はい、こんにちは、川部屋です。今日もやってきました、小川川ですね。今日は残念ながら2時くらいまでしかできないんですよ。で、今が時間が10時前じゃない、9時半くらいかな、9時過ぎですね。そっから2時くらいまで5時間の勝負です。ポイントは前入った場所の近くですね。で、何回か水が出てるんですけども、そんなに状況は変わってないというか、水は増えてないですね。そんな感じです。なので、まあ今日はフロロの 0.3 かな、で泳がせでやっていきます。基本的にこの川、今やっぱり砂虫ですね、砂虫の影響大きいんで、砂虫がいないところ、川の色見ながらですね、色の濃そうなところ当たるような反応もあるんですけど、それでかからないってことは、さっき蹴られた時に外れちゃったかな。ね、こんだけの距離を泳がしてかかんないのは、かかってるか酒針が取れてるか、かかってる臭いですね、話をしながらですけど、手がかりでよいしょ、かかっていてそのまま登ってったような感じ。このポイントは前から釣れるのが分かってた場所ですね。石色が結構濃くて砂虫の影響がない場所っていうので、2分半かかかるのにかかりましたけど、まあ一発目このサイズですね、十分おとりになります。こんなサイズを数釣りできたらいいなっていうのが今日の目標。さあ、バンバンやっていきましょう。はい、そしたらおとりを変えて、まあ浅い場所なんで、ね、針だけ引っ掛けないように、目がかりだけ注意しながら、ちょっと一頭引っ張り気味で、おとりが下でベタってならないように、そこだけ注意しながら糸を送ったり張ったりしながら、広範囲を泳がしてあげると、かかってないか、反応したんやけどな。そう言いながら針を引っ掛けると、こういうのがダメなんですよね、なるべくバラさない。あー、たどっちかって、なるべく釣り場を荒らさないように、よいしょ、注意しながら、今のでこれで3つ目かな。今のはね、だいたいさっき養殖で一瞬やったんですけど、その時で養殖おとりがすごく逃げた場所があるんですよ。そこ天然おとりに変えて、もう一回同じ場所を泳がしてですね、で登って取ったのがピッて止まるんですよね。ピッて止まった後、手元にコツコツって当たるんです。コツコツっていうのが縄張りアユが当たってきたような当たりですね、要は前当たりみたいな感じで、そこでこれもそうなんですけど、これ以上上がらなくなるんですよね。で、ふわ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 ってしとって、そこで張らず緩めず、引っ張りすぎると横に行っちゃうし、緩めすぎるとどっか飛んでっちゃうし、そうならないように維持しつつで、15秒くらいかな、やっぱり目安で待ってるとビャンって来たりするます。これもなんか怪しいんだけどな、手元にコツ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 当たるんですよ。ただここはちょっと糸が伸びすぎてるような、そういうあれもある。
もうこれで竿の角度が今いっぱいまで開いちゃった状態ですね。かからんことはないけど、かからんことはないけど、じゃあ前行けばいいじゃんって言うけど、その辺にもまだ縄張りアユがいるんで、まあいいや、戻しちゃえっていうので戻します。よいしょ。小ぶりばっかりかといったら、まあまあこのサイズ、彼の18センチですか、もうちょっとあるかな、18、19ね、上等です。ここですけどね、ここで止まって、ここで止まって、手元に、ここで止めてると手元でコツコツと当たるし、たまに目印もね、ふわふわふわってしてる、多分縄張りアユいると思うんですけど、ここのアユがよかけやん。多分おとりを意識はしてるんでしょうけど、あれだったら次のおとりですね、他のポイントで次のアユかけて、違うおとりに変えてからもう一回スッと反応あった場所ですね、入れてみるとかかることが結構あります。今こんな大きくフラフラ動き回ってるうちはあんまかかんないと思うけど、これあれですね、群れアユ、遊びアユと一緒に下っちゃってるパターン、下ってる。予定ではこの開きのところで10匹くらい釣ってと思ったんですけどね、そこまでいかなかったですね。6、7ポツリポツリポツリかけてっていう感じでしたね。またちょっと時間を置いて入ってみたいと思います。こんだけアユいたら突き直すと思うんですけどね。じゃあ次のポイントまで歩いていってみましょうね。この釣りのコツは砂虫を外すっていうことですね。砂虫のいない場所、それを探して川見ながら移動していきたいと思います。こういう性はどうなんですかね。この棚の中は石色そんなに悪くはなさそうなんですけどね、芯のところとかは石色悪くなさそうだから釣りになるとは思う。そんな、釣りになると思うけどな。ちょっともうちょっと場所見た後や帰りにやってみます。はい、あれが最初に降りてくる橋ですね。で、沈下橋かみたいなとこ来て、あ、岩います。こちら黄色いかな、黄色っぽいやつもいる。そんなに怯えないですね、この距離で逃げないんで、まあ、もうちょっと近づきは逃げると思いますけど、でも縄張り持ってるかな。この辺の白い、足元の白いのはね、スナムシですね。このトロの肩のところもスナムシっぽいな。白いですね、皮が。あ、アユがザーッと逃げます。もう黄色いのはいるんで、多分こいつらもかかるんでしょうけど、いっぱいいる。天然素性かな。ちょっと川が全体に白っぽいような気がするのは、アユが綺麗にしているのか、お前たちか、どうなのか。上登ってきましたね。はい、その辺の声もね、一通り早めにやってみたんですけど、ダメですね。遊びアユが2つかかっただけで全然石についてない感じです。赤くて石色いいように見えて、多分もともとこう赤っぽい石だったんですかね。全然反応悪いんで、もう一回トロバの背方かな、背方というかトロバの尻のところ、ああいうところ泳がせて石色見ながらね、ちょっとずつ数伸ばしていくしかなさそうな感じです。こんだけのあれだから
あ、夜と思ったんやけど、よっぽど砂虫も深刻なのかもしれないです。泳がせにしたらすぐ来た。黄色いですね。バシッとついてるのは見えないんですけど、ブラインドですね。どっか鏡みたいなところ、今この辺ですね。この辺シャーッと泳がしてるとどっからともなく現れてかかってくるような感じですね。群れ合いはやっぱあんまかかんないです。群れの中に馴染んでもそれにちっちゃいですしね。今の群れ合いはそれよりも群れがいないところで、かつ石が綺麗なところスーッと泳がしてるとどこからともなくってやつですね。それが意外と肩が良かったりして暑いっす。かからんかな。どうもいるっぽいっすよ。あ、来た。ほら、鏡みたいなんで全部丸見えなんですよね。酒針切れてなさそう。うわーか、団子になっとるか。口がかりっすね。やばいやばい。そう、イエイ。あ、頭刺さったんかな。逃げなかったっすもんね。かかりどころは悪かった。さあ、岩盤のとこに行っちゃったな。あとは岩盤についてるアユがいるかいないか。あんまりなさそうだな。できるだけおとりは目で追いかけた方がいいっすね。その後ろにシュッとついてくるようなやついたりすると、そこで止めたりするとかすると、今みたいにねギャンとかかったりすることがあるんで、できるだけおとりは見といた方がいいです、見える限りね。あんまりついてそうなとこなんですけど、ついてないことが多いですね。まあ、特にこんな鏡みたいなとこなんで、ついてるアユがいても割とナーバスですね。すぐ逃げちゃう。はい、2時になったんで終わります。時間通りちょっと予定があるんで。どんなんかな、あんまり良くなかったけど、どんなんかな、こんなんでした。5時間か。捕獲ね、しっかり叩かれてますね。なんか全体に前よりアユのサイズが細かくなりましたね。前よりちょっと小さくなったってことは、しっかり叩かれてかかるやつは抜かれてるような感じですね。ちょっと渋かった。たくさん釣ったらもうちょっとなのかもしれないですし、時間もね、今からかかり出す時間なんでね、この辺またリベンジですね。カウントしてみましょう。はい、カウント終了。おとり別ビリ込みちょうど20ですね。5時間やって20やったらポツラポツラの釣果です。釣れないわけじゃないけど、本当にかかるアユが少ないですね。この岩盤にはアユギラギラしてるんですけど、やっぱりツナムスかな。水温ってお昼くらいになったらそんなにね冷たいっていうわけじゃないんで、多分叩かれてアユがっていう感じかな。とか入りやすいところはなかなか難しいかもしれないです。頑張ってみましょう。小川川でした。それではご視聴ありがとうございました。